ミルクサッカーアカデミー高校サッカー選手権特集でございます。井上までございます。ノーミルクサトです。先生、今回は福井県代表丸岡高校でございます。出場おめでとうございます。おめでとうございます。ますプロサッカーデータマンの先生のお目からですね。えー、見どころ所の特性などをお伝えしていただきましょう。はい、出ました。こちらがね。 え先週のスタメン予想そして並びにデータとなっております勝ち上がりデータもありますね、はい、え詳しい情報の見方は、えー、上のね動画に任せておりますそれでは先生よろしくお願いしますお願いします、はいうん、まあね、はい、あの実はですね、はい、この丸岡高校なんですが、えー、はい 知っておいていただきたいのがね、右側のいわゆる今大会の予選の勝ち上がり表を見ていただきたいんですけど、まあ一二回戦のシードで、ベストエイトでまあ千三ゼロ、ベストフォーでは四ゼロ、決勝では二対一で勝ったみたいな感じになったりするんですけど、まあ一点差のまあある意味ではちょっと白表のね、勝利だったんじゃないかと思うんですが、実はシュート数に置き換えると二十対二、マルオカが勝ったんですね。じゃあマッシというかまあ。 ずっと攻め続けてたんですね。はい、そしてて今、うん、今回ののメンバーなんですが年初めてあの 上にね高校レベルだと一番があの高校のプレミアリーグってものがあってその下に各地域別のプリンスリーグってのがあってあとは各県のリーグとかいろいろあったりするんですけどその今回初めてこのプリンスリーグ北信越っていうところにこの丸岡高校は昇格したんですよ。で初昇格したリーグの中でも一時は首位に立つぐらいの レベルだったんですそうなんですよ。で、そんな中で、はいえー、注目選手は、うんえー、左上ですね。高井根尾選手。高井根尾選手はい。はい。はい、<転>まあ去年もね、えー、出てた選手にはなったりするんですけど。うん 彼はあの身長もあるんですが1 8 1ンチとあるんですが空中戦もされることながらなんと裏抜けもうまいというそんな選手になってましてこの同じこのプリンスリーグ北信越っていうところだと帝京長,、はい、長岡高校も同じリーグにいたんですがそこで既にでにねもうあの町田ゼルビアへ内定している春山美咲選手に次ぐ13得点をこの高井選手は決め、ま めたというのがあったりすするんんででよねな彼を中心とした攻め、はい、また彼でフィニッシュするパターンというものをいくつか持ってたりするんですよ、はい、あとはそこに至る経緯というか、うん、そこに至るいろんなボールの流れみたいなことをちょっとお伝えしていきたいなと思っていて、はい、まずは右サイドハーフそして左サイドハーフの中村選手と明間選手、うん、この2人はもう推進力がすごいんですよ。<ー>だ,いたいだからセンターライン センターサークルとかのそのセンターラインぐらいからペナルティーエリアまでもう自分たちもずっとこうサイドに持っていくですんですよねはははでそんな2人にボールを渡していくのが、えー、ボランチの選手だったりサイドバックの選手だったりするんですがじゃあそのパスを回すまで前にボランチの飯田選手これトラって書いてあると思うんですけど、はい、相手からその奪ってその。 スピードを転換させるこのトランジションに長けていたりだとかあとはセンターバックの遠藤選手「脱」って書いてあると思うんですけどここでで奪うんですねそこにたけております。なるほど またはこのチームセットプレーなんかでも強くて、はい、例えば田島選手のクロスとかに対して、まあ、高い選手が決めたりだとかもあるんですけど、うん、もう一人センターバックの藤本選手に緑色の空がついてると思ってんですよ。すねはい、そう。普段ここのポジションの選手って青色の空がつくことが多いんですけど、はい、いわゆる守備的な空中戦じゃなくて<ー>攻撃的な空中戦に彼はたけてる選手なんです、ね、あだからフォワドの色になってるんだ緑。あーそう セットプレーの得点に強いんですだから同じく遠藤選手もこの位置だから青の奪うでも面白いんですけどオレンジの奪うですいわゆるちょっと前まで出ていって奪ってそのままトランジションいだ頼むで全然ええなんていうことなんだあとはこのチームインターハイにも出てたんですけどインターハイではキーパーの倉持和樹選手が PK を連続で止めるなんてこともあって PK 職人的な面も持ち合わせているよ という、そんな、あ、笑いってあふれるチームとなっております。なるほど。はい、はい。魅力的でございますね。はい。ちょっと個人的な事情なんですけど、はい、南葛鉄士、トリーグのね。<A> の、あのジュニアユース出身だということ。あ、ビックロ持ち天守。天ね、<ー>初のジュニアユースからの、この、ね。

いいいいろんな思いがありりまますすけどもねは応援しておりますととうことで魅力サッカーアカデミーと申しましてサッカーコンテンツ国内外のコーナーを織り交ぜて毎朝、えー、配達させていただますのですぜひねチャンネル登録していただけると嬉しいですそしてこの動画自体もですねご拡散いただけますとこの丸岡高校の魅力特性、えー、特徴見どころいっぱい分かると思いますんでねはい、えー、ぜひよろしくお願いしますライブ配信やっております月曜日の21時からですそして月例にライブもやっております詳しくは概要欄ご覧くださいはいで井上までございました野見恵里でした ありがとうございました,ましたそれでは丸岡高校頑張ってください頑張ってください